新商業高等学校は、新潟県新潟市中央区白山浦に位置する県立商業高等学校であり、現存する日本国内の商業高校としては、横浜商業高校、神戸商業高校に次いで3番目に古い歴史を持つ学校である。通称、新商。同校の創立は1883年開校の北越高商会附属新潟商業学校に遡り、 全国でも6番目も含めれば7番目に開校した商業学校であり、現存する商業高校としては3番目に古い学校である。北越交渉会は、当時新潟新聞の主筆を務めていた小崎幸雄が主相者となり、新潟の商業近代化を目指して1881年に結成された団体で、後の新潟商業会議所、 現在の新潟商工会議所の源流となった組織である商業学校の設置運営は北越交渉会の主要な事業の一つであった。その後、北越交渉会の解散により効率化し、新潟区立、新潟市立、新潟県立と変遷し、戦後の学生改革で新潟県立新潟商業高等学校となった。 なお1967年に開校した、定時制の新潟県立専攻高等学校は長く、同校と校舎を共有していたが、新潟県立新潟水校高等学校の開校に、伴い2007年3月に、船高高校は閉校した。2011年、旧校舎老朽化に伴う、校舎新築のための設計予算が計上され、2016年7月に、現校舎が完成した。 ありがとうございます。